今月はちょっと自分で前髪を切ったら短くなってしまいました。ツンツルテンです。これから私晩飯何食うかな。ズッキーニでも炒めるわな。ピーマンもこれ100円だった。100円のこれズッキーニだよ。これ丸いズッキーニなんだって。これメロンみたいだよ。ピーマンとズッキーニとピーマンとズッキーニとピーマンね、ナス、ズッキーニ、ソーセージ、これ炒めて食べないね。これ味噌汁はあるし、すごいね、ほんま。出てきれるね。丸いやつな。こうやって切ってみるか。こうやって切れんな。あれ。こうやって切るか。うん、こういう感じですね。ナス。ピーマン美味しそうだから、ピーマンをいっぱい食べよう。ナスは、あ、一つ悪くなってる。これを食べよう。だ。早く食べないもんな、これな。あ。あとピーマンだな。ピーマンの、いいピーマンだ。ほら、パリッとして。今日の昼魚食ったので、揚げはいいやな。いいか。な、あまり作ってもな。ピーマン美味しそうだな。な、みんなこれメニューさ使うものを買っとくんだけど、お客さん来ないのでね、早く自分で食べないばさ。知ってる？あの青色新小娘、いや店の売り上げ、例えば年間まあ500万なら500万いくべ、その総売り上げの500万ささプラス20万って多分だ、あの税理士。なんだこの20万ってさ、おめえ店のもの食うべやって、それが20万って決まってんだ。20万も食ってねえと思うんだけど。で、決まってんだと。いい話だよな。俺は店のもの20万も食ってないと思うよ、1年間で。でも、食ったことになるんだって。ね。たら、オリーブオイル。ソーセージ。なんだこれ。まだ切ってんじゃん。これ野菜いっぱい。ズッキーニね。
ですね。塩、中華だしで、味付け何にすかな。こんなのあったっすら。野菜がうまい、だし醤油だれ。俺はこれ買った鍋な。あ、半額なんで買ったんだ。こらな、試してみる。よし、これ試してみよう。これ、あー、いい香りですね。どういうもんだべ。ああ、ピアンズっ子だ。それで十分だね。なんかすごいいっぱいあるよこれ。あれ、卵がちょうどこれね、沸騰したのせいでたら半熟になりましたね。いいですね。今日もね、雑穀米入りご飯、これこれがごちそうだね今日ね。これね、あとね、まず具沢山の味噌汁の、これ、このメロンみたいなズッキーニの、うん、美味しい。これこれね、美味しいね。うん、あ、10月だけど夏野菜がね、すごく安くなったっけね、やっぱりね。負け時はこういう野菜金がたないね。肉ばしって年とともに記憶してた。アンディってね、アメリカ人いるんだけど、大体の日本食はもう大丈夫なんだけど、納豆だけはダメだっつってね。ね、こういう美味しいものね。これはさ、俺のちっちゃい頃の時代ってあまり給食なかったから、ね、幼稚園と小学校、中学校までが弁当持っていかねばダメでね。でさ、
幼稚園の時はさ、お袋ご飯敷いて納豆敷いてご飯敷いて納豆敷いてご飯敷いてってやってる。毎日納豆で、幼稚園の時ついたあだ名が納豆坊や、そんくらい。でもなんでこれは健康なんだよね。昔の袋作った納豆の弁当食べてえな。一回自分で再現してみるかな。小学生ってそうあんまりお袋納豆弁当出ないんだよね。これでもさ、お袋食い道楽の人だったから、今で言うさ、今で言うっていうか、今お母さんたちの子供さ、キャラ弁ってつくじゃん。そういう感じでさ、ご飯がさ、おかずがさ、色とり豊かだったの。てかさ、俺のああいうちっちゃい頃ってさ、いつだ、昭和30年後半、貧乏で弁当持ってこれない子もいたしさ、で、あと、これ嘘、アルマイトのあの弁当、大阪こう白いまんまあって、白いつがの無駄しそう麦入ってたりのでさ、焼いた魚と漬物入って、そういう弁当だった。大型みんな、その中でうちの袋さ、いろいろ前の日のあのおかずとかこういっぱいあるんで、一回先生ささ、俊平君の弁当派手すぎる、派手すぎるっつうのね。で、中湯気だ、お袋。毎の晩カレーライス作れば、弁当もカレーライス。うん。まあ、店早く閉めてるはんで、早く起きんだ。早く起きるっても、昼11時頃とかね。前だら11時ってばもう。あ、水中だったけど。今、あの車動画でも、福屋の250円弁当買って。で、それ持って、山の駐車場まで行って、弁当食って、臭かって。2時間くらいが。で、今日休みだんで、夜から夕方7時から空手の稽古行って、で草刈りした、草軽トラ立つんで、とりあえず山さん投げてきて、
だ。にせざきたきゃ熟女のとこさ、秋田のガモガモさん、これこれだ。秋田の味ドラグ、これ日本道、これ星うどん。あのガモガモさんはあの秋田のザーメンオグルっていうのなんで、楽しみじゃのこれ星うどんのことだ。これね、このうどんのつゆこ作って食べてみないね、ガモガモさんね。これ2袋エヴァ作って作るじゃけど、いや前 CRC556 よく使ってたきゃ666の方がいいですよってよくコメントあって、まあガモガモさんも見たんだけど、使ってねのあるはんで使ってみーって一本入れてきた。ありがとうのガムガムさんの、うん、そのうちこのうどんばまだ作らいね。うん、これは基本的にちゃんとくんの一日一食なんで、昼間弁当買ってくるとあまり腹減らねえんだけど、こう美味しいわ。ご飯も分けて食べれるな、うん、ちは。空手道場も今マスクして稽古、俺はマスクして稽古せばさ酸欠を起こすのさ。まあみんなも大変そうだけどね、俺の場合酸欠を起こすとほぼ 100% 心臓発作を起こすので、まあワクチンも2回ちゃんと終わったということで、俺だけマスクしてない、もう大丈夫だと思うんだけど、ここに来て青森いつも味噌汁飲めなくなった、卵入ってるからな。うん、ダメだ、味噌汁全部飲めない。続けて今日の晩飯でした。みんなものちゃんとしたもの食っての素食でもいいの。やっぱ